国家人民軍地上軍とは、ドイツ民主共和国における陸軍。人民海軍及び航空軍とともに、国家人民軍を構成した軍種の一つである。単に、東ドイツ陸軍とも呼ばれる。ベルリン、無名兵士の病での交代を終えたフリードリヒ・エンゲルス、衛兵連隊の偽場兵。1956年1月18日、人民議会では、 国家人民軍及び国防省の創設に関する法律を採択し、再軍備を開始する。これに従い、ドイツ民主共和国国防省が設置され、名目上ドイツ人民警察の一部門に過ぎなかった平営人民警察が国家人民軍へと再編されるとともに、正式に国軍へ昇格した。1956年3月1日までに改装が完了し、この日は、 国家人民軍創設の日として、後に国家人民軍記念日に指定された。平営人民警察では、南部管区及び北部管区の二軍管区体制をとっており、国家人民軍地上軍でもこれを引き継いだ。1957年には南北管区をもとに、大仏碑に司令部を置く第三軍管区とノイブランデンブルクに司令部を置く第五軍管区が改めて設置された。 また、1972年12月1日には、ポツダムゲル島にて、地上軍司令部が設置され、三管区体制に移行するとともに訓練などを目的とした各種の下級司令部が整備された。1990年10月2日、ドイツ再統一の中で、国家人民軍の全組織は解体された。旧地上軍司令部には、東西両軍の統合任務を帯びた。 連邦陸軍の陸軍東部司令部が設置される。この陸軍東部司令部令下の部隊として、ライプツヒの旧第3軍管区には第7防衛管区が、ノイブランデンブルクの旧第5軍管区には第8防衛管区が設置され、一部の兵科士官はこれらに残留することが許されたものの、大部分の将兵は職を失うこととなった。国家人民軍地上軍はヨーロッパにおける、 ワルシャワ条約機構軍の一翼を担っていた。また特に期待される役割は、在独ソ連軍と共に、ドイツ民主共和国領内で、ポーランドやチェコスロバキアなど、他の同盟国に対する攻撃を食い止めることだった。1986年段階における国家、人民軍地上軍の兵士の組織図。部隊を視察する副国防省。 バルター・アレンシュタイン将軍1980年代後半までに国家人民軍地上軍は従来の第三軍管区と第五軍管区に地上軍司令部を加えた三管区体制に再編成されました。平時の各軍管区には2個自動車加速撃兵士団と1個装甲士団が主戦力として属しており、さらに支援部隊や関連する海部隊や部局が配置されていた。 この会部隊及び部局には次のようなものが含まれる。戦時体制に移行した場合、各軍管区は第3軍及び第5軍なる2つの地域軍管区に再編成され、西部戦線合同軍総司令官がこれらを指導するとされた。地域軍管区は野戦指導部と地域軍管区司令部によって構成され、部隊編成については国防大臣がその権限を握っていた。 コーネッカー議長と共に越平する地上軍司令官、シュテヒバルト将軍地上軍司令部は1972年12月1日、ポツダムゲル島に設置された。平時には地上軍の総司令部及び参謀本部が設置されていた。戦時体制が宣言された場合、地上軍司令部の人員は参謀本部の決定に従って各地域軍管区の下級司令部へと配置される。 歴代地上軍司令官第三軍管区は平衛人民警察時代の名残で南部軍管区とも呼ばれ司令部は大仏妃に置かれていた。第三軍管区は次のような下級部隊及び部局を霊下に置いていた。なお、地名は各部隊の駐屯地である。また、平時の 第3軍管区では、兵員の教育施設として、以下の研修センターが設置されており、動員に備えていた。ノイブランデンブルク駅で除雪作業を行う、地上軍兵士第5軍管区は、兵衛人民警察時代の名残で、北部軍管区とも呼ばれ、司令部はノイブランデンブルクに置かれていた。第5軍管区は次のような下級部隊及び部局を、霊下に置いていた。なお、 地名は各部隊の中屯地である。また、平時の第5軍管区では、兵員の教育施設として、以下の研修センターが設置されており、動員に備えていた。国家人民軍では、何度かに分けて、地上軍の常備及び、予備戦力の拡充を行った。予備役部隊の募集にあたっては、各地で弾薬や装備類、車両等の余剰生産が行われた。 車両や装備など軍需物資の不足に直面すると政府は生産体制を強化すべく各企業へ対して支援を行った。これらの戦力拡大は政府と軍部、各企業の同意の下で計画的に行われた。予備役兵力は命令後3日以内に動員を完了することとされており。 平時に257,960人の歌詞官兵と31,538人の将校を要した地上軍は予備役戦力として103,996人の兵歌詞官と13,880人の将校を動員することが可能とされた。さらに、装甲兵員輸送車もある程度余剰数が確保されており、銃などの消火器は 平時兵力の数倍もの量を保持していたという。国家人民軍が完全動員を発動した場合、上記の6個正規師団に加えて予備役兵力で構成される動員師団が加わり、また正規師団も予備役兵力で強化される。地上軍では休暇士官学校を予備役兵力の訓練基地として利用した。動員師団には次の5個自動車加速撃兵師団がある。 上記の動員師団は、第3軍の指揮下に、第6、第10、第17の3個師団が、第5軍の指揮下に、第19、第20の2個師団が入る。さらに、地上軍指導下の予備兵力としては、第13予備役自動車化狙撃兵連隊、第13及び、第15予備役戦車両兵連隊、第13、第15、第23、第24、第25、 第33、第43予備役自動車加速撃兵大隊,隊があった。T-34 戦車と戦車兵ピオネール団員と記念写真を撮る、儀礼服姿の地上軍兵士士団、連隊大隊師隊1989年10月7日のパレードに登場した SPW-T-55AM2 バ BM-21 を搭載したウラル 375DP に、 エムラル 375D9K52 ルナ M を、搭載したジル -135 に S3152mm 自走流弾砲10、10-23から 42K12 空部 9K33 オサートラバント601ウィルフリードコペンハゲン、T ランドストライトクラフトデアンバ、2、バーハーバイタタウンとアーガンテスターフルジ、モーターバッチバーラグ、シュトットガルト1999、 ISBN3 から 613019434ABCD ヘルムートクプルンバランドストライトクラフトインクラウス・ナウマンンバアンスポーラチューンとベクリシュキットナーハウオースジワォルトンドクメンテンミトラーベルリンボンハーフォード 1993ISBN3 から813204308シエヘコペンハゲン S173 フォルティシモ ありがとうございます。